せーの、こんにちは、ちゅ。マリショーです。ケンショーです。マリショーチャンネルです。マリショーチャンネル。はい、今日ね、見てもらったら分かると思うんですけれども、僕たち、引っ越しましたー。前の家がね、壁が薄すぎて、苦情というかね、クレームがこうすごくて、上の人と右の部屋の人から同時にパーンってね、されたことがあって、ね、夜中になると大きい声で歌っちゃうんだよね。そういう癖があってね、うん、よく翼の折れたエンジェルずっと歌ってて、でマリアもそれでさ踊ったりしてさ、うん、それがこのバーに繋がったよね。歌よりもその踊りが結構うるさかったと思うけどね。ケイスの声大きかったんだよね、うん、どっちもどっちか、うん、やっと今こうソファーがね来て、じゃあもう動画撮ろっかっていうことで取り急ぎ撮らせてもらってる感じで、まだ引っ越しが終わってないような状況なんですよ。引っ越しって、なんかマリアちゃんとやったことなくて、テンションと一緒に住んでたけど、あれもなんかこれまで住むみたいな感じで荷物ちょこちょこ運ぶ系だったから、なんかあんまり大変だなって思わなかったけど、こうやってちゃんと2人で同棲するぞってして引っ越ししたの初めてだったから、なんかこんな大変だったんだって思って。大変だよ引っ越しね。だから今もね本当終わってないんで、ちょっと申し訳ないですけども運ばせてもらいます。本当に忙しくて息つく間もないっていうのはこういうことだなって思ってて、でマリアはあんまりその高さがあって働くことなかったから、だからこんなに忙しいのは初めてで、みんな引っ越ししてる人たちって大変なんだなってマリアは思いました。早く落ち着きたいなって思うけど、今はこうやって働くしかないなって思ってて、なんかずっと引っ越し作業してて動いてるから、もうマリア痩せちゃうんじゃないかなって思ってて。美味しい？うん、美味しい、うん、で、マリア、ケンショーと同棲して分かったんだけど、同棲するにあたって大事なことがあって、マリちゃん、これこっちで大丈夫？え、パッツの箱を触らないでって言ったじゃん。ごめん。同棲するにあたって大事なことは、相手がやってくれるって思わないっていうこと。相手がもう洗濯物してくれるとか、そういうことを思うと、洗濯物してなかったら怒るしかなくなるじゃん。マリア、洗濯しといてよこれ。ありがとう、うん、だからマリアにそういうの期待しないでっていうのはケンショーとも話してて、でマリアも、まあ、別にケンショーが忘れてても。二つ目は、大変なことがあったら二人で頑張る。二人でだったら乗り越えられることもあると思うから。マリア、ちょっとテレビ持てる？マリア、手ちっちゃいから無理って言ったじゃん。ごめん。三つ目は、毎日いっぱい好きっていう、これが一番大事なことだと思ってて。いや、やっぱ大変だね。大変、大変ですね、引っ越しって。なんで汗かいてるの、うん、大丈夫？汗かいてて大丈夫？大丈夫だよ、ありがとう、心配してくれて、うんうん、大好き大好き、うんうん、まあね、これからはね、この新居で動画をいっぱい撮っていけたらいいなって思ってるんで、ぜひこれからもね、ご視聴いただければと思います。それでは高評価とチャンネル登録してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お疲れ様でした。